次回の更新は6月1日土曜日です。次回の番組内容をお伝えします。町の出来事では、市内で行われたイベントの模様をお伝えします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。次回は新愛川橋の架け替え事業が実現するまで、新たな仕組み大規模特定河川事業をお送りします。市政ガイドでは、都市政策課建築指導課からブロック塀等撤去回収事業と生垣緑化推進事業についてをお送りします。また私立三重短期大学の学長を8年間務め、今年3月に退任された東福寺一郎さんと前橋市長の対談の模様をお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は5月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は126,070世帯で、前月より448世帯増加しました。人口は278,598人で、うち男性が135,466人、女性が143,132人で、前月より全体で158人増加しました。歯の健康について考えるイベントに参加してみませんか。6月9日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで、ツリージョンプラザで歯の健康展が開催されます。1階保健センターでは、歯の健康について歯科医師に相談できるほか、歯科技工士に入れ歯の洗浄やお手入れ方法について相談ができます。2階では親子で一緒にクッキーを作るコーナーや、さまざまな食べ物の糖分量がわかる展示、栄養について相談できるコーナーなどがあり、歯に関わる体の健康についても気軽に学ぶことができます。また80歳以上で歯が20本以上ある方を対象とした8020運動コンクール、虫歯がほとんどない健康な歯を持つ3歳から就学前までの子どもとその保護者を対象とした親と子の良い歯のコンクールも開催します。現在2つのコンクールへの参加者を募集していて、定員はそれぞれ8020運動コンクールは20人、親と子の良い歯のコンクールは親子で20組です。応募は定員になり次第締め切ります。コンクールへのお申し込みは6月7日金曜日までの平日午前8時30分から午後5時15分までに、中央保健センター電話059-229-3164へご連絡いただくか、直接中央保健センターへお越しください。この後は市役所からのお知らせをお伝えし、続いて霞が関からお知らせしますをお送りします。今回は2022年4月18歳は大人です、成年年齢の引き下げとマイホームの購入を応援、消費税率引き上げの影響を緩和する住宅取得支援策をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。